甲賀者だ。甲賀源之助が来たのだ。天然殿、天然殿がまた死んでおるぞ。うろたえるでない。天然は不死の忍者、そなたらも知っておろうが、誰か抱き起こしてやるがよい。その首元に戻してやってたも。何を恐れる。これは竹千代様、ひいてはこのお服、さらにはそなたらの命運にも関わる大事にございますぞ。おばば様。時におぼろや。薬師寺天然には気をつけるのじゃ。そなたはまだ目にしたことはなかろうが、あれは不死の妙術を使う。それもまた忍法にあらず。あれの身の内には何かが住み着いておる。何であるかはわしにもわからぬ。何せその曰くはわしが生まれるはるか前のことじゃからの。確かめるべくもない。ただわしが思うに、あれに救うておるのは、おばば様。あ、いや、せんない話をしてしまった。これからを生きるそなたには知る必要のないことじゃ。やれやれ、わしも猛禄したわい。おばば様、おぼろ、そなた目が開いたのかい。おい、様子がおかしいぞ、天然殿。
これからを生きるそなたには、知る必要のないことじゃ。我ら甲賀万事谷一族、伊賀つば隠れ一族、恐るべき忍法秘術を身につけた双方が、長年の祝宴と称し憎み合う、まこと愚かの極みとわしは思う。これからを生きるそなたには、わしは思う。知る必要のないことじゃ。誰も殺しとうはなかった。なぜ死んだのかえ？